さあ今回もハンマーティング進めていきましょう。さあ前回はね、この新しいトロッコのシステムを使って左上ではね、この歯車ドリルの方まで行って、ここからこう下に行ってね、まあこのドリルを使ったり、まあまた下に行ったり右に行ったり、あとはこの拠点をねこう移動するような感じで作ったりと進めていて、まあ今回もね、まあ進めていきますが、これはね主に倉庫を経由することで輸送ができるんで、トロッコ単独こう移動ね、これ今石炭を持ってきていたんですが、ここにもしね資源が入ればすぐさまへ移動するかな。もう持ってて早いねなのでこの歯車ドリルをまあこうね隣接させるようにトロッコ置いていこうと。まあもし、この真横はいけないんで、まあこういう感じね、斜めとかを使ってうまく通るのがいいかなということで、ここはどうなんだろう。ドワーフが取ってるっぽいね、まだね。よし、やるか。見えんな。あ、今できてたね、多分ね。いや、これどうだ、できてないかな。これ本来とわかんないんですよね。あ、こっからいけんじゃん。ってことはすらないんじゃないか。で、まあこれこのままね、下っていきましょう。ここまではいるかな。で、このトロッコ発着場はね、起点になるので、いるよと。こうバーって引いてね。で、まあ、結構これ移動しづらいんですけど、うまくやっていけたらなと。これも正直邪魔だね。まあ、広げるとともに、これからの移動はすべてこのトロッコでできるように、めっちゃね、増やそう。これ以外いらないまであるんで、ここトロッコだけで動いてるのは全部輸送なんで、そう考えたらすごい。ここも多分輸送してくれるし、めっちゃあるな。もうちょい選ぶか。だからここを起点に倉庫を広げるっていうのを、ね、やっていく必要があるわけだね。なんで何ができてるのかもよくわかんないですけどね。なぜこれが OK なのか。でそうなるとこれ足場がね非常に邪魔なんだと。ここも欲しいね。いや、いいね、いいね、いいね。これ、超楽しいですね。倉庫が足りないかっていうと、まあ、足りなくなってくるんだろうね。こういうとこも多分、物なら運んでくれると思うんで、できる限りこのレールを通すと。こっち側も欲しいな。なるほどね。あ、こっから上。例えば。まあ、ここに駅作るみたいなね。発着場を。掘っちゃいけないか。ちょっとここに一旦作ろう。あれ行かないね。あ、行けた、よし。だこれを起点に移動していくんで。まあ、とにかくこういう壁がね、ここエレベーター通れないんで、そこをどういう風に解決していくのかというのが極めて重要かつ、ここはいけないもんな。だここにうまくつなぐことも考えたいね。資源をここに自動的に運ぶようになったらもう最強よ。さあ、基本的にこれからね、このトロッコ上で移動していこうと思うんで、まあ、どのようにそれを進めていくのかというのを考えていこう。まあ、水も取るときに使いたいしね。あとまあこれ取るか。神聖なる水ね。使わなくはないかなと。で、これ邪魔だね。いや、入りそうか？上下移動してるね。いや、壊しちゃって。駅をどんどん増やして移動しやすくしよう。これは問題ないかな。この辺でも駅1個じゃ欲しいか。いや、ここの下に置きたいね。ってなると。
これいらないかな。で、できたね。できたできた。これ移動しづらくなりそうだけど。ここね。来た来た来た。ここ壊せ、ここ。トロッコ様のね、登場です。工場自動化しよう。これバーッと。ね、これはなおいらないと。取ってる？よし。いや、これもいらないかな、じゃあね。さあ、トロッコがちょっと遅くしよう。ああ、もう行かないかな。めちゃくちゃトロッコが、ここに来てたね。あ、来てる来てる来てる。おー、で、ここにあるんで、ちょっと移動しやすいのかな？しやすいことを願おう。めっちゃ移動しづらそうだね。ドワーフの移動法がよくわかんないもんね。まあ、トロッコで全部移動できるように。だここやっぱね、ないので移動しちゃってるんだよね、ここね、わざわざ。それが良くない。ここまでちょっと伸ばそう。彼らの移動を減らすには、トロッコをできる限り効率よく運用していくと。これ一回機欲しいな。置けるでしょ。で、ここで降りてもね、問題ないと思うんですよ。問題は、あ、これこのままいけるね。崩壊しなければいいですけどね。で、ここはキャンセルしちゃって、これ発着場の位置がないですね。ここの通りかな。多分こうだね。で、レールを置いて、このままね、伸ばせばいいかなと。これ、ここのプラットフォームができたら、トロッコの方が勝手にやってくれるかな。来るんじゃない？これで。来ないかな？まだ人だね。壊しまして、これ移動大丈夫かな？できなくなる可能性もありますね。ここもエレベーター行けないし、いや、主に、まあ、トロッコか。トロッコレールね。溜まってるかっていうと、溜まってはないので、まあ、ドワーフが行かなくていいようにはしたいね。これ、こう、まあ、移動してるんで。あ、2個蹴ったら強いなって思ったけど、下は無理か。これね、ここの凸凹があると。で、水山、新たな資源は、燃料なしか。あ、まあ、燃料も送れるんでね。問題はないんだが。こう、たどり着けない。そんなわけは。あ、これね。つながってるよね。まあ一応こっちさんのトロッコ持っか。トロッコ足りない的な問題は聞いてないんで、どうかな。いや、移動すごいね。ちょっと増やすか。トロッコ増やそう。まあ、所属とかないと思うんですけど、各地に置くか。
これもずれてるわけじゃないもんね。あ、うん？いや、これずれてるな。いや、この辺難しいね。ちょっと掘ってこれ。向き的には合わせやすいね。あー、これめっちゃむずいな。前提が違うと。じゃあ下の方に合わせよう。見えんけどこれは合ってるね。あー、これちょっと線路の調整、斜めが結構大変なんで、そこをちょくちょくミスりそうだね。今でもだいぶミスってるし。いや、トロッコだけでだいぶ移動してるんで、これ相当使えてはいるんですけどね。まあ、このままね、ちょっと横に伸ばしてって、まあ、ここはもう移動可能にしたいなと。まあ、エレベーターも置けないですし、とりあえず横に一直線にビーッと行かんかな。連結的なやつがないんでね、途中で合流的なね、それは大変ですけど、引いてみるとこんな感じで、移動はしやすそうですけど、一部それはなんだ？あ、待ってたのかな今ね。いや、いいねいいね。さあ、だいぶ自動化進んできましたが、ん？これはどういけそうなもんだけどね。ここは赤いね。ここがないからかな。だいぶ予定は組んでるんで、このままね、広げていきたいなと。これも探索に次回行きましょう。